気合を入れてラストスパートをかけるブレイクタイムガールズ。最終評価を前に今回は少し息抜きも兼ねてメンバーの自撮り映像を中心にお届け。パフォーマンス中とは真逆の素顔に大注目。ゆっくり戻すことをお勧めします。もっともっと成長できるように頑張りましょう。はい、頑張りましょう。自分たちのレッスンを進めてきたメンバーたち、勝負の場ではライバルになりますが、それでも同じユニットのメンバー、お互いにダンスを見合いっこし高め合ってきました。レッスン以外の時間はどんな風に過ごしているのでしょうか。今レッスン終わりました。流行ってるゲームをしたり、あとはお菓子をみんなで食べたり。嫌です。スクープはダメです。おはぎが大好きなお二人、以上おはぎタイムでした、ね、バイバイ。ちっか笑い合って、あまり厳しいレッスンからリフレッシュ。なんかすごくない？見て見てる。なんか問題出して。え、ひまりはクイズに答えることがブーム。問題？どういうこと問題？何でもいい。店クイズとか出すのめっちゃ苦手やね。どうにも。言わんとってやな。メンバーや家族にクイズを出してもらって答えるのが楽しくてハマっています。だって隠すベースがないんだもん。せーの、2月20。ブブー。葵はストレッチをしたり、ストレッチ、でも解約した後痛いからゆっくり戻すことをお勧めします。最近というか結構本とか漫画とか意外と好きなんですよ。小説とかも。表現力をインプットするために読書の時間を欠かせません。でもこれもちょっと戦争に関わるお話で、ちょっとだけっていうかところどころ隠している少しだけ特別な力を持った高校生5人っていうのが裏に書いてあって、まだ他にも書いてあるんですけど、それに惹かれて買ってしまいました。アリサはお家でも楽しく過ごすのが得意。自分自身も楽しんで。では一人でできます。楽しいですね。一人。ニコ撮り。私たちも楽しませてくれます。うん。もうやば。もう見えてなくない。美咲は最近平日も自主練やレッスンで大忙しですが。その合間にも炭火で焼いた焼き芋を食べたり、いただきます。2つ
趣味のギターとアクティブに。今練習してます。ちょっとコード間違ってるかもなんですけど。ねねは来年高校生。皆さんこんにちは、ねねです。今は社会のテスト勉強をしてます。普段忙しいスケジュールをこなしていますが、これも日本語と英語で分けてます。今日は久々にドラムを叩きたいと思います。イエーイ。趣味のドラムで気分転換、時間の使い方が上手だね。メンバーたちのブレイクタイムも終わり、さあ最終評価まで1週間を切りました。ちょっと待って、みんなの前でやるの。それは良くない。それは良くない。ここをじーって食べられてるっていう。ここらでしっかり持ってきて、グーッドン、手とドン。はい、そこのメリハリ、音の取り方全体的にそうやね。そこでペンペンペン、ウィザーチューンで撫で上げてきてから、うん、チャチャチャで、ここグッて掘るやろ。掘ってからちょっと冷ますね。できたわっていう、めちゃめちゃカッコつけれたっていう部分ある？正直自分の中で全部ではない。ダンスの先生の細かい熱心な指導や、ボーカルの先生の的確な指導に全員が全力で取り組んでいます。部屋によって、はい、いちいち考える、はい、ガッ課題、ガッ一番難しい、はい、うん、楽しみだと思って、やっぱちょっと大人びるじゃないけど、そういうところが出たらもっといいのになって思ったかな。こんにちは、ひまりです。このメトロノームで音を取る練習をするんですけど、手伸ばしてキュッてする。これもめちゃめちゃ硬くて落ちないように、こうしてこうじゃなくてこうしたりするところとか。最近のみんなから届く映像はどれも真剣な自主練の様子。いよいよ大詰めです。年末に誓った思いを胸に、来年ももっともっと成長できるように頑張りましょう。はい、メンバー全員今の課題を成し遂げれるのか。次回ついに最終評価、果たして1位は。I wanna be with you baby baby、 ずっと前から伝えたい気持ち、胸のことが止まないの、目と目が合うかI'm sorry.